もうからかわないでねえこっちに来てねえこっちに来て。いよいよ任務よ。準備はいい？ミッション開始まで180秒。準備はいいですか、浅見先生。先生、今は君が指揮官でしょ。浅木でいいわ。あ、そうでしたね。浅木、準備はいいですか。ええ、バディともに万全よ。ちょっと何顔を赤くしてんのよバカ風魔。浅木校長ばかり気にして私たちは無視なわけねえ。風磨くんは大人の女に弱いからにゃー今から聞くところだったんだよ。そっちはどうだ、雪風、さくら、準備 OK か当たり前じゃない。雪風チーム、バディともに問題なし。桜チームも OK。 バディともに元気だよ。よし、ミッション開始まで全チームそのまま待機。目的地まで20秒。ヘリは時速300キロだ。カウントダウン入るぞ。目標が視界に入るぞ。全チーム降下用意。各地目標ポイントに急速降下。着地ミスって死ぬなよ。はあ、誰に向かって言ってんのよ。余裕余裕、この3倍の速さだって平気だよ。風磨君、私たちはタイマニーよ。ああ、そうでしたね。では飛んでください。3、2、1、ゴー井川浅木、剣山。今回の任務はビルを占拠したテロ。俺たちのチームは速やかに屋上を制圧、人質の脱出路を確保する。了解。ここのヘリポートを抑えるってことね。人質は大丈夫？中で捕まってる人もいるんだよね。そっちは別部隊が対応しているわ。私たちは自分の任務に集中ね。ええ、その通り。では随行させた指揮ドローンから指揮情報を飛ばす。各自行動開始前にもう一度チェックしておいてくれ。これがテロリストか。悪そうなやっちゃな。ま、機械に頼ってる連中なんて私の敵じゃないけどね。そうね、この情報ではさほどの脅威はなさそうだけど。でも状況はどう変わるかわからない。全チーム油断せずに進みましょう。はーい。俺も指揮ドローンで状況を捕捉し、逐一最新の情報を流していく。皆、敵に動かれる前に始めよう。行動開始。了解。よろしくお願いします、浅木先生。ええ、あなたの実践における指揮能力、どれほどのものか試させてもらうわ。はい。ふふ期待しているわよ、風磨くん。決めるわ。これで終わりよ。こ任務完了。さあ、祈祷しましょう。井川あさぎ、剣山。今回の任務はいよいよ任務よ。準備はいい？井川あさぎ、剣山。決める。とどめる。最後だ。ラスト。決める。任務完了。さあ、祈祷しましょう。あなたについてこられるかしら。井川あさぎ、剣山。忍法殺人か。とどめ。任務完了。さあ、祈祷しましょう。来られるかしら。井川あさぎ、剣山。フリーダム・オブ・アフリカ社製のフィスト・オブ・スティールだな。外角を分厚い装甲で固めていて、主に格闘で敵を攻撃するタイプだ。あんなものまで用意して、テロリストにしては随分リッチね。もう硬いの苦手なんだよね。私の雷撃で中身ごとぶっ飛ばす。行くわよ。任務完了。さあ、祈祷しましょう。あなたについてこられるかしら。井川浅木、剣山。決める。決める。これで終わりよ。決める。この目。屋上制圧を確認。全チームよくやったぞ。えへん、これでヘリポート確保だね。楽勝楽勝。やっぱり大したことなかったわね。みんな待って、何か来る。ああ、ちょっと何よあれ。多脚戦車、奴らの虎の子ってやつね。テロリストのくせにリッチすぎなんだけど。フリーダム・オブ・アフリカ作戦の多脚戦車ベスト。主武器は 12.7mm 中機関銃、副武装は 7.62mm 機関銃か。こりゃ凶悪だ。全チーム気を引き締めて来るぞ。任務完了。さあ。起動しましょう。オーケー、全ミッションクリア。みんな訓練終了だ。フーマン、あんたどういうミッション設定にしてんのよ。どこの世界にあんな軍隊みたいな装備のテロリストがいるのよ。そうそう、敵の設定やばすぎだよ。あの戦車とか私のお小遣いの10年分ぐらいありそう。いや、100年でも足りないかもな。それだけ最近のテロ組織の資金は豊富なんだよ。ネットを駆使して世界中から資金を集めたり、中には油田まで抱えている超リッチな組織もある。ほえー、大金持ちなんだね。まったく悪がのさばる嫌な世の中ね。そうね、だから今ぐらいのミッションで適切だと思うわ。風磨君こそどうかしら。ツーマンセルの部隊運用は慣れた？はい、浅木先生。一通りやってみた印象ですが、6人を3等分、3つのコマにして有機的に動かすにはかなりの繊細な指揮が必要だなと。でもなんとかなれようと思います。期待しているわよ。君には是が非でもこの形態の指揮をマスターしてもらわないと。ということはやっぱり今の部隊運用は何か具体的な任務を想定して？ええ、それは今から説明する。計画した当人の口からね。浅木、彼が君の推す例の人物かね。どうも、風磨小太郎です。いや、堅苦しい挨拶は抜きにしよう。風磨君、君の素性や能力については浅木から聞いている。風磨男城の息子にして風磨宗家の現当主、五社学園における成績は中の上、友好関係は広く浅く、家では腹違いの姉であり後見人の女性と二人暮らし、趣味は大麻人に関する情報が載った書物を読み解くこと。特に興味が惹かれるのは民法に関する書物である。男女とは少し面識があってね。この任務に浅木が君を推薦した時、運命のようなものを感じたよ。親父ですか？どうかしたかね？いえ、何でもありません。うわ、なんかかなり調べられてるって感じね。いや、お前たちも調べられているだろう。おそらくだが、俺以上には。え？いや、よくないけどな。ただ、少し驚いたな。思っていたより随分若い。あら、彼に何か不満でも？何もないな、朝木。私は君に全幅の信頼を置いている。君が推すのなら、彼はこの計画にふさわしい人物ということだろう。相変わらず大仰ね。でも正しい判断だわ。それで？その計画っていうのは、さっきのトゥーマンセルの訓練と何か関連してるんですか？ああ、その説明がまだだったな。実は今、我々は新しい大魔人部隊設立を進めている。新しい部隊？そうだ。君も知っての通り、政府はこれまで日本における魔界勢力の活動を大魔人の力によって対処していた。だが現在、それだけでは追いつかない事態も起きている。我が国の中だけでなく、国境を越えグローバルに活動し、魔界勢力と関係しようとする悪劣なテロリストの存在だ。確かに、最近ろくでもないニュースをよく聞きますね。そんな連中に対抗するため、国際的な活動を主とする部隊の設立が急務となった。へえ、 CIA の大魔人版って感じ？ハリウッド映画みたいで楽しそう。国際的っていうと、海外旅行とかにも行けるのかな？もちろんだ。まあ、旅行気分では少々困るが、必要とあれば世界中のいかなる国にも飛んでもらう。作戦本部はこの五社学園内の地下施設に設置。専属事務職員、補給班、通信班など約30名、大魔人を中心とした戦闘員は最大で100名以上。風魔宗家当主小太郎君、君にこれらの人員の運用と指揮を任せる。俺がですか？そうだ。現時刻をもって私はここに大魔人特務中隊の設立を宣言する。大魔人特務中隊？ひとまずの中隊メンバーは今ここにいる諸君。これ以降は風磨君の判断で自由に組み入れて構わない。おめでとう、風磨君。期待しているわよ。おお、なんかすごい肩書き。やったね、風磨くん。風磨のくせに大出世じゃない。ま、私を指揮するならそれくらい偉くならないとね。いや、待ってください。でもそれじゃあ、独立遊撃隊はどうなるんですか？独立遊撃隊というと、君の5社の大魔人部隊での活動のことだな。あちらはあちらで今まで通りよ。特務中隊はあくまでも期間限定。解散すればまた戻ってもらうわ。なるほど、期間限定。さて、君の意思は？この任務やれるかしら？はい、もちろんです。俺にできる限り全力でよろしくお願いします。良い返事だな。ありがとう。ではここで副官を紹介する予定だったんだが、まだ5社についていなくてね。到着次第紹介しよう。副官ですか。優秀な人物だ。国際情勢に長けており、現場指揮官である君の護衛も務めている。きっと助けになるだろう。はい、ありがとうございます。優秀で国際情勢に長けた。5社の外で活動してる大魔人かな。山本。ああ、こちらの読み通りだな。山本部長、一体これは。風磨君、それから中隊メンバーの諸君、我々がマークしていた標的が動きを見せた。早速ですまないが、君たちの出番、大魔人特務中隊の初仕事だ。あなたについてこられるかしら。ねえ。